皆さんこんにちは。手話で楽しもうのコーナーです。私は富士見市聴覚障害者の会の橋本です。私は富士見手話サークルの松本です。このコーナーでは日常で使える簡単な手話をご紹介します。今月のテーマは道案内です。皆さんも一緒に覚えましょう。道、小さく前習いをし、同時に前に出します。案内、9の手話をした手の親指以外の4指をもう一方の手でつまみ引っ張ります。まっすぐ、片方の手のひらの上にもう一方の手を指先の方向を合わせて垂直に置き、置いた手をそのまま前に出します。駅、手のひらをもう片方の手の親指と人差し指で親指を上にして挟みます。紹介した手話をいくつか使ってみましょう。手話のコツ、手話は表情がとても大切です。手の動きに加えて目や口の動きなど表情を意識して表現しましょう。すいません。はい、何ですか？駅までの行き方を教えてください。わかりました。この道をまっすぐ進みます。5分ほど歩くと右手に駅が見えますよ。わかりました。案内ありがとうございます。覚えられましたか？紹介した手話を覚えて気軽に話しかけてくださいね。またね。バイバイ。聴者も人によって話し方が違うように、手話も地域や年齢などによって表現方法が異なる場合があります。いろいろな聾者と手話で交流しながらコミュニケーションを楽しみましょう。